意外と嫌ってラクスよりも厳しいこと言うよねに対するみんなの反応をまとめてみた。順調は理想と現実は見れてる方だったりする。その上でラクスとかがりのやりたいことのためだけに動いてる。種で一番しんどいところで戦ってきたからな。リアリストとロマンチストは両立する。キラは求める理想のため、今現実で何をすべきか考えられる人だ。ちょっと抱え込みすぎて20日ネズミになってしまうこともあるけどね。むしろリアリストはロマンチストじゃないとただの悲観的なやつでしかない。逆にリアリストじゃないロマンチストはただの頭を花畑だし。力なき理想論なんて意味ないのに思って味わっとるからな。厳しいって言うより事実を言ってる。言わないで取り返しのつかない方になる方が嫌だから言ってると思う。この後かがりの行動とかのフォローしてるし。種序盤のムーさんみたいなことしてるな。厳しいことでもきちんと事実を言って、その後ちゃんとフォローを入れるのは確かにムーさんだな。この時点だと死んでる死んでないからじんわりしてしまった。ここは指定だからじゃない。言葉はきついけどかがりのために嫌で嫌で仕方ない戦いをしてくれるから決断は甘くない。オーブを止めたいかがりだけど言葉で止まらなかったキラが両軍を物理的に黙らすしかないの分かってるのに協力してくれるんだから。しかもあのメンタル死んでる状態でよ。ラクスでさえも昇進のかがりに対するキラの歯に気抜きせぬ異様を制止しようとしてるからな。兄弟だから遠慮しないって面もあるんだろうけど、精神的な余裕がないと結構辛辣なこと言っちゃう印象はあるな。無印から。ただこのあたりとか自由のキラは基本精神半分壊れてる状態という事実、通常モードのキラがどんなこと話すかというのがほとんどわからない。オーブの理念に共感したりしてるけど、それが一番厳しいことも知ってるからね。映画でも初見、ピクニックのシーンでラクスにファウンデーションの協力の是非についてどう思うか問われて、なんで僕に聞くのって言ってたの。ちょっと驚いたの。え、おまラクスにもそんな冷たいこと言っちゃうのかよって最初は思ったけど、よくよく考えると彼女に対する絶対的な信頼と自分が全部どうにかするっていう一種の傲慢さくる回答だったのねって解釈になったけど。ドラマ CD だと相談役になってるって言及あったあたり、あれは思考停止に陥っている危険な兆候だったんじゃないかなって。多分本調子だったら割と本質切り込んで別な意味でラクスの耳が痛いこと言ったんじゃないかな。かがりに厳しいこと言うのは、良くも悪くも遠慮してないから、ラクスとはお互いどこか遠慮してる関係だと、どこかで言われてたと思うから言わない気がするな。初見だと確かになんでそんなこと言うのとなるし、実際キラは疲れすぎてああなってるというのも大いにあるんだろうけど、後の合同作戦の会議になぜかコンパスの海で現場総指揮官の順調のキラやアークエンジェルを指揮する艦長らがいなかったり、オルフェが省いたとは言うが実際に指揮を取るのは彼らなのにコンパスとしてはいなくて OK で進めてるのはちょっとあれだし、監督曰く元の案では花見中にトラブル発生してラクスだけ連れて行かれてポツンとしているキラとユーズだったりで、なんというか疲れてるとか抜きでも元からキラは自分はそういう決裁のポジションにはないみたいな意識もあるんじゃねとは思うのよ。それはキラがどうこうというよりコンパスという組織の回し方とかの問題かもしれんが、合同会議の時はコンパスはラクス、マユー、この絵の3人出席で階級的に生えてもおかしくないキラとムーはいなかったから、個人的にはパイロット組は時期の調整と細かいところをブリーフィングで詰めてたイメージだったわ。でも協議してその日に出撃もユーラシアサイドの調整とかも含めて違うと思うからはぐられてたのかな。意外とそれを決めちゃったのはかがりでしょとか、政治をある程度理解してるような順調為政者もやろうと思えばできるのかも。やろうとしないんじゃないかなって思う際に言ったみたいに、できることできないことは区別してそう。多分キラは自分は戦うことしかできないと思ってる。まあかがりにいろいろ言うけど、キラも上に立つのは向いてないからね。なんだったら普通に手も上げるラクスにはしない。なんならキラが作中唯一殴った女がかがり、あれは叩かれても仕方ないというか、思いだけで突っ走って実力差の対局が見れてないから、市長候補には致命的。目に持たないかがりもすごいが、ラクスよりかがりに厳しいのは当然。だって国の代表だよ。でも、仕方ないじゃない。こんな状況の時にかがりにまでバカなことをされたら、もう世界中が本当にどうしようもなくなっちゃうから。この時のラクスもちょっと言い過ぎでは、って顔してて面白いんだ。基本的にラクスもかがりの味方だからね。だから何か言うのはキラになる。この時点ですでに壊れてるからな。ため自由後の順調なら言い方を考えてたしなめたりするかもしれない。ただでさえラクスの命狙われたこともあってピリピリしてるからな。こんな時にこそいてほしいアスランはおらんし、かがりが大変なことも、自分は今まで休んでたからかがりに何もしてやれてなかったことも認識した上で、それでも言いたいことは言ってくる。冷たいっていうのとは少し違うけど、キラは周りにいる人たちは大切だけど、あまり知らない人とか世界情勢には興味関心が薄いような気がするんだよね。ドラマ CD でのオーブ女子カエルナマリアとメイリンとの会話だったり、映画のアグネスこいつは自業自得感あるけどに対する扱いとかだったり、対してラクスは親父さんの政治活動だったり、元歌姫とかの職業柄かもしれないけど、初対面の相手にも、AA に拾われた時遭遇したフレイとか、キラの友達とか、好きで初めて対面したミーアとか、人懐っこく、グイグイ言って、相手の話を聞いてコミュニケーション図ろうとするイメージがあるな。
キラは基本的に大切な身内のために動くからってのもあるかも。政治のこととかあまりわからんけど、身内に危機が及んだり、そんな中でも成し遂げたいことがあるなら本気で戦うし協力するスタンスという。信頼してる身内には優しいし守るけど、世界情勢や信用度低い相手には関心薄い。その大切にしたいと人が、ラクスとかがりだもんな。二人とも抱えてるものが大きすぎる。結果、キラは表立って頑張らないといけなくなる。戦闘に介入したとてオーブが引くとは思えない。それでもやる。やる、わかった、じゃあできる限りやるね。オラ、アスラン、カガリは今泣いてるんだぞ。理想は理想としつつもそれでも行動したい、なんとかしたいって話なら切り替えですよ。カガリは今泣いてるんだ。よりその後が主題じゃないのインパクトあるからそこだけ話題になるよな。この戦闘もこの犠牲も仕方がないことだって、すべてオーブとカガリのせいだって、そう言って君は撃つのか。今カガリが守ろうとしているものを、なら僕は君を撃つ。小説だけどあの返しはラクス萌え、キラ、みたいな感じらしいから。追い詰められてるとこあるが、コカナスと振りの話もあるからもっと警戒してもいいだろうし、ファウンデーションなんて、ディフェンダーなんてもん作ってる時期だから当然なんだが。カガリを泣かせるアスランに物申すけど、キラもカガリ泣かせたことあるって言うね。キラがカガリ泣かせた時っていつだっけ？キラがカガリをよしよしするかい。この時のカガリはちゃんと分かっていなかったよ。ユーナと結婚してしまうということがオーブという国に何をもたらすのか。だから言われた。それ全く違う意味合いのシーンやん。カガリを裏切って泣かせたシーンなんてあったっけ？と思ったけど。泣かせてしまったことに変わりない。それと、何をもって裏切りというのかな。カガリってほぼ無条件で信じてくれるから。キラが世間的に信じられない行動をとっても、あいつがそんなことするわけないだろ。で今回の映画もそうだけど言ってくれそう。いや、あのシーンの涙って悲しみじゃなくて、自分の不甲斐なさから来る悔し涙だよ。泣いたという現象だけで同一のくくりにするならシードの頃から何回もあるし、まああなたの中で同一なら多分意見合わないな。強いて言えば、言ってること自体はともかくそれが助けるためでも勝手に拉致して、何もできない状況に置いてるのはキラなのに、カガリに何もできるわけないって言い切るのはすごいなと。マユーさんが一応私たちも悪いからって言ってくれてるけどね。少なくともあのまま放置したらカガリはもっと何もできんくなるところか、ユーナたちの言われるまま化するからそれはしゃあないわ。助けるためにやったし何もできない状況から救ったし、アークエンジェルではむしろきついこと言うけどやりたいこと言ったらやってくれるって状況では。実際に何もできなくて結婚まで行っちゃったんでな。士族や政治から抑えきれずに同盟を結ばされて青蘭家のユーナと結婚させられそうになって号泣してるのが当時でカガリであって、そういう評価はしょうがないと思うよ。あのままだとアッハの名前で派兵して議長のオーブはロゴスだ、の、プロパガンダに巻き込まれて挽回できず終わってたまであるでしょ。姉妹相手のフランクさと闇の向こう側ゆえの無敵感と、襲撃だのよりにもよっての因縁しかない大西洋との同盟だので過去一苛立ってる精神状態が合わさってだいぶ泥だらけになってるからな。なお苛立ちランキングは親友が更新する。でもキラってアスランに対してはそこまで辛辣なこと言ってるイメージはあんまりないんだよね。その分、無印ではガチの殺し合いしたりとか、運命でダルマにしたりとか行動で怒りぶつけてるけど、いろいろ言えば倍以上になって帰ってくるって思ってるからあんまりアスランには強めに言ったりしないのかな。根本的にキラがアスランにそんな辛辣に言う場面があんまりなくね。あんまり一緒に行動しないもんな。基本は違う陣営にいるしね。キラは相手に配慮して言葉を選ぶ。アスランは良くも悪くも思ったことを感情的にストレートに言葉でも体的にも伝える。一昔ならアスランの対応は上官として普通の部類として判定されてただろうけど、現代ではな。倍返しだ、されるからというよりは、生実家一番付き合いのある相手だからアスランが悩んで迷って苦しんでるっていうのも十分にわかってるというか、そういうジレンマに苛まれたゆえの行動だろうから仕方ないんだろうなって信頼が奥底にあるんだと思う。それはそれとしてカガリが泣いてるから議長から譲り受けたモビルスーツはバラバラにしておく。まあアスランなら大丈夫だろみたいなノリでこうなったアスランを救助せずそのままカガリのフォローに行くの結構ひどい。シンが無双しなかったらアスラン飢え死にしてますよ。だってシンはオーブ軍相手に暴れてるし、カガリは耐えられなくて突っ込んでいくし、カガリをかばいたいのにアスランは邪魔してくるし、アスランの実力知ってるから下手に手加減できないでしょ。カガリはそれこそ国家元首でアークエンジェルのメンバーはカガリのおかげで亡命してる存在。映画でキラを殴れるのはアスランだけだったようにここで国家元首のカガリにはっきり言えるのは双子のキラだけなんだよな。自由は大体運命の対比、運命じゃキラが正しいみたいになってたから逆にしてやろうで自由作ってるし。いやまあそりゃ心配で泣かせたってシーンなら割とあるわなと。それこそフリーダム落とされた後ここらへんキラが全部決めてた。生ユーもトラもキラにどうするか聞く。ラクスはただただついていくだけ。ラクスは常に相手に考えさせようとするからない言い方変えれば基本遠回し。よく考えたら怖いこと言ってる。キラは普通にはっきり言う。甘え気質というか幼少期のキラは結構言いたい放題アスランに言ってるってイメージがある。カガリならこれくらい言っても大丈夫。
こういうところを見ると、なんだかんだでキラの方が兄っぽいなと思うし、イカガリならこれくらい言っても許してくれるだろってノリならやっぱキラの方が弟かとも思う。ラクスが毎回キラって言い過ぎって言うけど、無視するのちょっと面白い。でも一緒に育った兄弟でもここまではっきり言えないこともあるのに、たった数年でここまでバシバシ言えるのって仲いいなって思うよ。厳しい物言いだけど、カガリが何をやるのか決めたならそれを実行する。キラとカガリの責任でって詰め方だと感じたな今見ると。でも最後の最後まで意思を組んでやれることはやってみるって言って付き合うとか、キラは優しいよな。カガリがどこまで分かってたか知らないけど、わがままというのは言い過ぎだけど、今更感あふれる私は止めたいの言葉で、アークエンジェルだけで全勢力に敵対する覚悟決めたんだよ。優しいよキラ。ラックスが厳しいことを言うのはアスランだけだから。結果論ではあるが、大老市長の弟気味たるキラ、大和純章殿が青蘭の戦王を認めず、不殺介入で無理やりオーブの内乱という体裁を整えたっていう形にはなった。ただ半分くらいはキラを好き勝手させないための名誉職扱いとはいえ、オーブ軍の軍人だから。現在進行形ではクーデター、しかも軍部の大半が内心で支持なので、アスランのお前何やってんだという指摘も正しい。アスランこそ瞑想度合いが最悪なのではってのはこの際考えないとして、キラ以外はラクスも含めてカガリにオーブが攻撃したことに驚いてたな。割とラクスは運命だとキラについて言ってるみたいなところはあった気はする。それが自由で私も頑張らなきゃってなった結果があのざまです。楽しんでいただけたかな。キラとカガリはキラ楽、アスカガとは違うベクトルの絆があるって感じだな。キラとカガリは最初から妙な絆はあった気はする。指定の絆とか言うとまた違う気もするんだよね。人を見て言葉を選んでるイメージ。カガリにはストレート気味に、アスランにはちょっとオブラートに、ラクスは言わなくても通じるなだったな。言葉にしなきゃ通じねえんだよ、殴ってるやつも経験済みしっかりしろや、されたのは良かったな。この時のカガリはただ単に2年分のモラハラに心が折れて思考停止した状態だから、キラはあえて辛辣に事実を突きつけて改めて思考を促しつつ、カガリが苦しみを吐き出させるようにしたんだと思う。もしカガリが完全に心が折れて思考停止どころかオーブの国家元首としての立場を捨てて逃げ出したいと思ってたら、また違う対応をしてたし、なんならそれこそ世界を敵に回しても逃がしたと思うよ。キラも心を許した相手には甘いからな。なんとなくキラとカガリはどっちかが修羅の道とか孤独で険しい道を歩むことになったら一緒についていくタイプの絆を感じる。これが相手がキラならラクス、カガリならアスランだとまた対応が変わりそう。思えば砂漠編は自分を過信してバズーカで爆撃追撃、運命の誘拐時は戦争を恐れるあまり気持ちありそうだけで走ろうとしてて現実を見れてないんだよね。カガリその点キラは思いだけでも力だけでも両方あっても守れるとは限らないって、種時代に骨の髄まで叩き込まれてるから、そりゃあ辛辣なことも言うよね。キラは種の頃からメンタルに余裕なくなるとめちゃくちゃ辛辣になるからね。種死の頃はメンタルは回復してないけど、頼れる人がいる分自分一人で全部やらなきゃみたいな危機感はないから、割とずっとズバズバ言ってるんだと思う。巻き込まれるまでほぼ友達いない感あるのによくやってると思う。散策通して主人公やるだけの器だな。カガリに対してはずけずけ物言うところもあって、意外ときちんと指定してる印象があるよね。師匠の順番ゆえの指定だから、姉とは一も思ってない気配あるけどね。誰かにカガリが姉かと聞かれたら微妙な笑顔で、カガリはカガリだからとか言いよどみそう。 W ラクスも演説とかの印象が強いだけで、個人相手にずけずけ言ったのアスランの時くらいでは、あれもアスランと長年付き合いあったから、まあこいつはこんくらい言ってもいいというか言わんとわからんって判断だろうし。映画だと生地現実が見えてるから、自分が過労気味に頑張らないとどうにもならないって焦ってたんだろうね。ラクスはキラにはフリーダムやストフリに乗って戦ってほしくないみたいな態度取るのに、アスランにはさっさとコレインジェ乗って戦ってこいみたいな態度取るよね。アスランはどうしたら自分の力を正しく使えるか求めてるから、仲直ならば一切力を使いたくない。キラとは根本的に性格が違う。運命では傷ついたアスランに忍者渡すのためらってたぞ。キラに何かしたいと思った時に何もできない方が辛いから渡した方がいいと言われたので、結局渡したが、今のアスランにはってセリフだったからな。それはそれとして、なんで自分の存在意義を私に聞くんだよ。そんなもん自分で決めろや。役とは言うが、普段は口数そのものを抑えているからあまり気づかれないだけで、言葉選びの調子は割とストレートできつい。悪い時に入っちゃあかんレベルになりがち。何せキラさんはクルーゼに論破されたからな。そらリアリストにもなるよ。ちなクルーゼ視点ではキラ君私を止めてくれてありがとうやってるし、神の視点ではフレイって存在だけでクルーゼに勝ってるんだけど、キラはそのこと全部知らないから。論破されてねえぞ、むしろクルーゼが最終的に、ああそうだよ私は知らないよバーカバーカって開き直ってるだけ。言いたいことを言ってるだけで議論するつもりはないんだけど、力だけが僕の全てじゃないに対してそれを理解してくれる人はいないと気遣ってるようなことを言ってたりで、なんか憎めないわ。政治家というか秘書向き、どのアラクスで言葉選びも対応も完璧すぎる。キラは飾り気がないから身内の参謀。
キラは戦うしかできないと思っているというより、戦うしか許されないと思っているという感じだわ。親友のアスランとガチの殺し合いをしたのが本気でショック受けているし、実際、フリーダムを受け取った後にアスランと再会した時にそんなこと言っているんだよな。話し合いで解決しないからアスランやバルトフェルドと殺し合ったわけだし、厳しめ意見言いそうなムーは種で死んでるわけで、自分が言うしかねえかなーって思ったのでは。ちょっとポエム調で思いだけも。保守性で言ってるからごまかせてるが、実はバックの国ないし補給もきついし、現状対抗手段一切なくて、頭いいからそれが分かってて、八方塞がりでアークエンジェル一個ではどうやっても無理じゃね、ぐらい思ってるだろ。だってまだ10代後半の若者だぜ。海戦山戦の経験豊富な老人でもないんだから、常に柔らかい言葉で諭すなんてことできないよ。そう考えるとラクスのアスランへの対応もアネットさはある。メンデル関係ないとこで遺伝子バッチリなだけあって、性格似てるよねあの二人。ヤサ男なのは雰囲気だけで結構どぎついところあるよね。順調。最初の武力介入の時にかがりの説得通じず大部分が動き出した時のもう無理みたいだね。あとはできるだけやってみるからって淡々と言ってから戦場で大暴れするのが印象深かったりする。無理だろうなって最初から思ってたけど、それでもできる限りかがりの願いを叶えようって感じで、そういうとこはお兄ちゃんっぽいよね。それはそれとして、そうやってかがりの味方するのは本来君の役割だろ、なに仕方ないとか言ってザフト軍人してるんだとアスランをバラバラにする。キラが止まって暴れる必要ってあった。自由でのアスランの暴れっぷりを見た後だと、いくらなんでもセイバーバラバラにしすぎだろと思われた場面が、そうだね、アスランはこのくらいしないと止められないよねとなるのが面白い。そもそもイージスの自爆儀でやられてるんだから、そんな男を行動不能にするには。ロマンティストでリアリストって部分が軍人になりきれないけど、軍人的な視点は持ててるってのになってるんだろうな。カガリアンとアスランが国政という難しい立場に立って四苦八苦してる中、ラクスは自分の立場ほっぽいて隠遁生活してた引け目があったのか、厳しいことは言わない。キラはメンタルぶっ壊れ&よくわからんのに命狙われた、イライラで身内にはちょっと厳しいことも言っちゃう、ちゃんとフォローはする。まあ、18年前の若い自分はアスカガカップルがめっちゃくちゃ苦しい思いしながら動いて頑張ってたのに、のほほん暮らししてたあんたらがそんな厳しいこと言えるんか、とちょっと勝ち向か状態だった。キララク二人の背景とかメンタル状態とか、当時そこまで深読みとか理解できてなかったからそう思っちゃってたんだけどね。